工場長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日は久しぶりに UV レジンをやっていきたいと思います。っていうのもね、久しぶりにセリアに行ったらこんな可愛い方を見つけました。ドドン。ちょっと見にくいかもしれないんですけども、キャンディーの形のシリコンモールドです。しかもこのシリコンモールド、なんと立体 3D 型なんですよ。100円で立体の型って私初めて見ました。でどんな感じにできるのかがちょっとわからないので、今回はこちらの型どんな仕上がりになるのか見ていきたいなと思います。それでは早速作っていきたいと思います。まずはチュッパチャップスっぽい型からやっていきます。で結構100均とかの方って最初汚れてることがあるので、汚れてないかしっかり確認します。汚れている時はマスキングテープでゴミをペタペタと取っていきます。必ずと言っていいほどね、黒いなんかちっちゃいゴミがついてるんですよ。うん、大丈夫だと思います。型は近くで見るとこんな感じです。本当にチュッパチャップスみたいに飴玉の中心部分が少しポコッと飛び出るようになっています。で2つで1つなので、片方がへこんでいて片方が尖ってるので、こうやってくっつけて使っていきます。ぴったしくつけたら輪ゴムでずれないように固定します。念のため下の方も一応留めときます。あとは上から好きな色のレジン液を流していきます。入ってけ。ちなみにこの色は白と赤を混ぜてピンクにしています。レジン液を飴玉部分のところまで入れました。そしたら次はこちら、よくロリポップとか作る時に使う白いぼっこ、これを実際に入れて本物っぽく仕上げていきたいなと思います。でこのまんまだと多分長いと思うので、ちょうど半分ぐらいに切ります。そして切れて汚い方を中に入れます。でこのまま入れると下の方にズドドーって入っていっちゃうので、割り箸とかを使っていい感じのところで固定しておきます。で割り箸もずれないように輪ゴムで留めておきます。こんな感じです。これでしっかりと硬化していきます。中の方までしっかり固まってるかが少し不安なんですけど、いつもより長めにライトに当ててました。いきます。でーてん、あ、結構固まってる。うわ、あー、めっちゃ可愛くないこれ。すごいチュッパチャップそのものですね、このライン。おいしょ。おー、いいね。このバリがね、少し気になるところなんですけど、こことかね、ちょっとだけ余分なところを取っていきましょう。んー、よし、まあ、これぐらい切れば OK じゃない。あ、中の方ダメだわ。中がね、もう見るからにそのまんま液が残ってるので、もうちょっと硬化しましょう。チュッパチャップス完成しました。追加で6分ぐらいやったらしっかり中の方まで固まりました。めちゃくちゃリアルじゃないでしょうか。とにかく可愛いですね。100均の型で作ったとは思えない、すごい、うん、本物みたいなクオリティ。ミニチュアの本当にチュッパチャップスみたいです。すっごい可愛い。続いてはこちらのペロペロキャンディー風な方をやっていきましょう。で一応ゴミがないか確認して、あればマスキングテープとかでペタペタして取っていきます。綺麗になりました。中は渦巻きでとても可愛いです。でこれもまた2つ重ねて、さっきと同じように輪ゴムで固定します。あとは好きな色のレジン液を中に入れていきます。よいしょ。レジン液を入れたらさっきと同じようにこの白いぼっこを入れていきます。割り箸に固定してぐさっと刺す。そして割り箸がずれないように輪ゴムで留めます。固定できたらこれで硬化します。おそらく固まったのでこれで開いていきます。もしかしたらね、さっきと同じく中の方が固まってない可能性があるので、その時はまた固めていきたいと思います。あ、表面は固まってますね。あ、かわいい。でこっち側パカッと、うん、いい感じいい感じ。あ、これも若干さっきよりはマシなんですけど、もうちょっと固めてもいいと思うので、一旦この周りの邪魔なやつだけ取っちゃいます。
こんな感じでちょっと余分なとこ取ったので、もう一回硬化していきます。しっかり固まって完成しました。いかがでしょうか。パッと見可愛いんですけど、よーく見るとね、ここがちょっと失敗しちゃって、この白いぼっこがね、ちゃんと中心に入んなくて片方に寄っちゃって、少しへこみが目立っちゃったなという感じはあるんですけど、だけどまあパッと見全体を見るととても可愛いキャンディーかと思います。この渦巻きラインがしっかり出てるっていうのが嬉しいですよね。ちなみにさっき作った方と合わせるとこんな感じです。めっちゃ可愛くないですか。いろんな色作ってデコパーツにしたりアクセサリーにしたり、たくさん使い道はあるかと思います。ということで今日はセリアで買った飴玉の 3D 立体の型、実際にどんなものか使って作ってみました。100円でこの型のクオリティってすごいんじゃないでしょうか。よかったら皆さんもチェックしてみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。